ご視聴ありがとうございます。ハレリアの大塚です。前回はエスパーコントロールで相手の戦略を受け流すというようなデッキを使ってきました。その後、クリーチャーで攻めるというか、なんというか、そういうデッキが恋しくなってきました。そこで今回はクリーチャー盛りだくさん並べて殴る白いのデッキを、紹介したいと思います。前々回で紹介した青タンやエスパーコントロールは、それなりの熟練度が必要な難しいデッキでしたが、白タンはですね、シンプルで初心者でも分かりやすいデッキなんですけど、なんかスパーフルなデッキになってます。それでは対戦やっていきましょう。それでは対戦よろしくお願いします。はい、初戦はひとまず1ターン目からクリーチャーを出せますが、軽いクリーチャーを引きたいところですね。理想的ではないですが、ウェザリアの分子霊で強化を追い込めるのでキープします。クリーチャーを採用してるので、これから2品できて展開したいですね。分断の上陸いいですね。吸血鬼トークを生成。さあまだ初版パワーがゼロなので、このままターンエンド。相手はコールの作成、ツードローして吸神地層を捨てました。どうやらゼットフェニックスのようです。おっ、ここで引いてきたのは平地。これで白3マナが出るので、ユナリアの軍師です。吸血鬼トークンは反抗を持っているので、ダメージレスでも優位に立てます。さあ相手はまたコールの作成。他に動きはないようですね。よし、ここは手を押さえる6ソドンの召集で3体タップして強化しましょう。するか6層で強化するか迷うところですけど、火薬呪文で除去されにくくなりますし、弾けるドリンクを乗り越えられるサイズにしたいので、全員の強化を優先しました。6層ドンが出たので、あと1つパーマネントを出せれば昇殿達成で保証の打点もアップしますね。相手はゴブリンの伝達師、それでインスタント操作に残すとが1軽減されます。続けて、コールの作成、フェニックスを捨てましたね。しないと思いますが、次のターンの展開に要注意ですね。相手は山のセットして溶岩コイル。残念ながらベナリアの軍司令がやられてしまいましたが、気にせず展開していきましょう。これ相手にしたら面倒ですよね。妨害もできて死後もついてるし。さあ続けてロクソドン、さらに強化しましょう。昇殿も達成、初がパワーアップ。かなり強力な軍団が出来上がりました。さあ相手は弾けるドリンクが出てきてワンドロー、島をセットしてターン終了ですね。さあではここでメインフェーズに腐敗の陣形。全体強化、発想攻撃ドロップされました。一気に14点。とここで相手の同僚ビーチを並べて強化して殴る。これぞ白いにって感じでしたね。では2戦目やっていきます。おっ、
軍団の上陸と軽量クリーチャーもいてガンガン並べられそうですね。キープします。さあ、まず1ターン目で軍団の上陸入ります。色からしてスパーコントロールですかね。除去が豊富なデッキなので軍団の上陸を早めに変身させたいですね。そうすれば全自動からのリカバリーもしやすいので。さあ、続いてはドラバタリの進化。そして不屈の護衛。単体除去から登れます。さあ、このまま帰ってくれば軍団の上陸を変身させられますが、さあ、相手は思考消去、増税に用されてしまいました。しかし除去はなかったみたいです。さあ、3体で攻撃してあなたを変身。こちらのクリーチャーも十分揃ってますし、フォア手札を温存してエアダットの能力を相手のエンド時に起動していきたいと思います。手札を貯めておくと全体除去されてもリカバリーできますからね。さあ、相手は2点払って4マナ。さあ、何が来るか構えてエンドのようですね。ではこちらもエンドに吸血鬼トークン出します。引いてきたのは不快の神経。ピアの怒りにはこれで対抗できますね。さあ、そのまま攻撃。ここで神経に対してブラスカの侮辱。水砲は破壊等では防げないのでそのまま除去されます。本当は守って札は温存していきましょう。引き続き相手は構えてエンドですかね。ここもエンドにトークン出します。さあ、攻撃して残り5点。ここで相手は白寿司の岩式除去を探してるんですかね。いやー、肉寿司の先では効かないでほしいな。相手はアズカントの探索からのターン終了。ではトークン出してターンもらいましょう。そして全員で攻撃。これ総称持ってきました。ならば破壊の陣形を否認がなければそのまま勝てます。さあ、通りました。相手の立ち上がりが遅く軍団の上陸が変身できたのが良かったですね。コントロールに対しては全体除去でなるべく損をしないようにしつつ攻め手を絶やさないことが大事です。さあ、いかがでしたでしょうか。白身に軽いクリーチャー並べて全体強化していくのが基本戦略で、昔からあるデッキタイプなので馴染みがある人も多いと思います。コントロールに対しては全力展開せず我慢して、除去を打たれても常に相手にプレッシャーを与えるように動いていくと比較的優位に動けます。さあ、そしてデッキリストはこちらになります。序盤から展開できるクリーチャーを多く採用しているほか、軍団の上陸やエナリアシといった横並びの戦略をサポートできるカードも採用しているので展開力は抜群です。クリーチャーが多く並ぶので召集とも相性が良く、理事会の裁きも軽い除去のように扱うことができます。警護される6ソドンはクリーチャーの強化をしつつ、本体も44というサイズなのでかなりプレッシャーを与えられる優秀なカードです。クリーチャーの丸いデッキは全体除去がどうしてもきついですが、新カードの不快の陣形なら破壊苦悩がつけられるので除去を防げます。メインフェーズに備えると不足が発動して全体極化ができるので、攻撃と防御どちらにも使えて便利ですよね。概要欄にデッキリストを貼っているのでぜひぜひ組んでみてください。白ユニには並べて強化して殴ってライフを削るというシンプルな戦略なので初心者の方にもおすすめです。シンプルですが結構奥が深くて、攻撃や展開の仕方で勝率が変わっていくのでやり込みがいがある、楽しいデッキです。このスタンダードを白ユニと共に戦ってみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。